昨日の規制委員会で安全基準というよりは規制基準という言葉がふさわしいということで名称の変更を行いましてですね、で特に決めたわけではないんですが検討チームの名称や会合の名称も、すらっと自然にその、規制基準というふうに名称が変更になっております。一応お知らせをいたします。で昨日の規制委員会において、検討チームでもご議論いただいたパブリックコメントの結果とともにその骨子についての報告をいたしました。ありがとうございました。で本日の検討チームですけども、前回に引き続いて、自然現象の評価ガイドの中で、火山に関するものに関する審議を行いますので、島崎委員長代理にも出席をいただいていますが次のスケジュールが立て込んでおりまして2時ごろ退席されると伺っています。で、検討チームの方では本日は筑波大学の阿部先生がご欠席、それから4月の1日に審議官に着任をした、規制庁の方では、大村が同席をしております。また火山ガイドの質疑応答に伴いましてジェネスから安池上席研究員が出席をしております。それではまず前回に続いて、お手元資料配布資料等は議事次第に、記されていますので確認はしませんけれども過不足があればお知らせをください。それではまず前回に続いて、火山影響評価ガイド案、資料1に基づいて山田課長から説明をしてもらいます。はい、資料の1で前回火山影響についての評価ガイド一度ご議論いただきましたけれどもその際に若干明確ではないんじゃないかなと思われるようなところもございましたので改めて資料を整理をさせていただいております。1ページ目をお開きをいただきたいと思います。この図につきましては前回の資料にも書かせていただいているところでございます。で前回のご議論の際にを踏まえてもう少しはっきりさせておいた方がいいかなと思っておりますのが右側の水色の四角で囲ませていただいているところの ④ のところでございます。ちょっとこの図自体は前回のところは少し改善をさせていただいておりますけれども ④ のところでは設計対応不可能な火山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいかということを評価をして、十分小さくなければ当然立地不適で十分小さいと評価をされる場合についてはにおいても火山活動のモニタリングをして、火山活動が活発化しているという兆候が見られた場合についての対応をきちんと取るとあらかじめ定めておくというこういうフローにしてございました。でこの ④ のところの中身について前回ご説明をさせていただきました際にはカルデラ火山のような大規模なものについてはモニタリングで、ある程度予兆がつかめるということで、その際に対応をどうするかを決めておけばよいと。それからそのようなカルデラ火山の大規模なものでなければ火山活動の影響範囲を評価をして、その中側については立地不適その外側については立地は可能であるけれどもやはりモニタリングはすると、そういうようなご説明させていただきましたけれども大規模噴火であるかどうかというようなところの考え方について若干不明確というか必ずしもきちんと整理をされていなかったところがあったのではないかということで今日の資料 を作成させていただいたという次第でございます。それからもう一点今申し上げました通り大規模噴火であれば予兆が ある程度の期間以前につかめるであろうということを前提としておりますがジェネスでの検討それからジェネスの方で何人かの専門家の先生方にお伺いをしたところ必ずしもその明確にこの状況であれば大丈夫ですと言い切れるかどうかということについては慎重にやはり評価はきちんとしなければいけないのではないか。それから大規模噴火ではない普通のそれほど大きくない噴火であっても影響を及ぶ範囲はここまでですということについても必ずしもはっきりここまでですと言い切れるものではなくて少し慎重に評価をした方がいいんではない慎重に評価をする必要があるというようなご指摘もいただいておりましてそれを踏まえた形で、火山活動については評価を調査をした上で評価をするというフローに今回少し整理をし直してございます。で具体的には2ページ目でございます。
ここは4の設計対応不可能な火山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいことということの判断のフロー、少しブレイクダウンをさせて、をしているものでございます。で、2つのステップに分けて、1つ目が原子力発電所運用期間中の火山活動可能性の評価で、それを踏まえた上で火山活動の規模の推定及び影響可能性の評価ということで、前回申し上げておりましたような大規模火山噴火については、この括弧1のところで、前回の時にはここで弾かれて、弾かれてというか評価はできるという前提でモニタリングの方へという考え方、それから括弧2の方については影響評価がある程度できるという前提で一致不適か不適じゃないかというのを決めると、そういう流れでございましたけれども、今回はそこについてもそれぞれ十分小さいかどうかということを調査を踏まえた上で評価をするというそういう流れにしているものでございます。で、続きまして3ページ目以降、それぞれのところでの実施をする内容ということで少しブレイクダウンをして書かせていただいております。まず、原子力発電所運用期間中の火山活動可能性評価ということについては、評価の対象となった、なっている将来の活動可能性が否定できないと評価された火山について運用期間中の火山活動の可能性の十分小さいどうか評価をするということで、これについては火山活動の可能性の評価の方法というものをいくつか挙げてございまして、これによって、火山の状況を踏まえて総合的に評価をすると。それで、この評価の結果として、運用期間中の活動可能性十分小さいと判断される場合についてはモニタリングの方で、それから小さいと判断されないという場合については火山活動の規模の方を評価をするということで、4ページ目の評価の方へ行くという流れでございます。で、活動をするとしないとは言い切れないということであれば、今度は規模の推定をするということで、こちらの方4ページ目の方で1、火山活動の規模の推定ということで、前段で得られました噴火のタイプ、活動間隔、現在の火山活動状況等をもとに規模を推定をしていくと。で、推定が必ずしも十分な信頼性を持ってできないという場合については、その火山の規模最大の活動の規模ということで評価をすると。それで影響可能性の評価の方法としては、調査結果に基づいて評価をする場合にあたっては、類似の火山における火山地震の影響範囲等を考えて評価をする。それで規模最大で評価をする場合については、かつての痕跡から影響範囲を判断をする。で、いずれの方法によっても影響範囲を特定できないという場合については、国内の最大規模で評価をしていったらどうかということでございます。で、以上の評価の結果として影響を及ぼす可能性が十分小さいと判断される場合についてはモニタリングの方へ、で、十分小さいと判断できない場合については立地不適という評価をしていってはどうかということでございます。それから5ページ目と6ページ目が、影響を及ぼす可能性が十分小さいというふうに、供与期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいと判断された場合においてもモニタリングをし、対応策を整えておくということで、火山活動のモニタリングとしては監視対象火山がきちんと選ばれているか、モニタリング項目がきちんと選ばれているか、それから定期的な評価ということで状況が変化ないことを確認をするということにしているかどうか、それから活動の評価については第三者の助言を得るといったような客観性を持った評価をするという形になっているかどうかということを確認をしてはどうかと。それで、その上で対処の方針としては、対処を講じるため把握すべき火山の活動の兆候とその兆候を把握した場合に対処を講じるためのまず判断をどうするかが固められているということ、それから自らの判断だけではなく公的機関から何らかの火山活動の兆候あり、対応すべきというような勧告のようなものが出た場合についてはその方針にちゃんと従うという形になっているかどうか、それから自社の対処の方針として、使用済み燃料を運び出すということになりますので、十分な安全性を確保して、運び出すというような計画になっているかどうかといったようなことの内容を確認をしていくと
こういう形のガイドとして取りまとめてはどうかということでございます。資料は以上でございます。あ、ご説明以上でございます。はい、ただいまの説明に対してご意見ご質問があればお願いします。勝田先生。ちょっと言葉の質問なんですが、6ページの一番最後の、適切な核燃料の搬出っていうふうに書いてあるんですが、これは具体的に、はい、例えばその、同じ発電、電力会社の別の発電所のところに例えば運ぶのかとか、はい、あとはその具体的に何か搬出っていう言葉のどういうのをイメージしているか、もし分かれば。はい、ご指摘 の、 自社の他の発電所に運ぶということもございますし、どこか、中間貯蔵という場所が、あらかじめ決まっていればよろしいですけれども、そうでない、いずれにせよその火山の影響を及ぼす範囲の外に、キャスクを使って何らかの形で運び出して、その運び先についてはプールかもしれませんし、鑑識の貯蔵キャスクかもしれませんが、そういったような経過がきちんと定められているということを想定をしてございます。今 の、 その燃料の搬出なんですけども、法律の中でその他の発電所には持っていけないというようなところが今、規定されていて、でそうするとその、さっきおっしゃってた中間貯蔵とか、なんかそのあらかじめ受け入れが認められている施設でないと難しいと、で要するに 自社の発電所であれば許すのか、他社であっても許すのかっていう、そういう例外規定をどこまでこう整備するかっていうのが大分大事になってくると思うんですね。その辺は全体として考えなきゃいけない、個別の発電所ではなくて全体として考えなきゃいけない課題なのかなと思います。でそれとちょっと話変わるんですけども、5ページ6ページにその方針が定められていることを確認するということで書いてあるんですが、なんとなく5ページがそのこの方針は事業者はどこで定め、どこに定めるのかがイメージが湧かない感じがします。それから6ページの方はなんとなくここは保安規定かなと、保安規定にこういうことを定めておくのかなという感じがするんですけども、でもう一つその定めるっていうところの中にその判断、6ページのところの一番上のところに判断基準が定められているという言葉があって、この判断基準というのはどうやって決めて、規制側としてはそれをどうやって評価するのかというところが多分かなり難しいんじゃないかなって気がするんですけど、その辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。これはもしも起きた時の対処についてあらかじめ定めていくということですので、今最初にご指摘があったように、もう運び出せるように準備万端整えておけというところまで要求するものではなくて、方針をしっかり固めておいてもらうということかなというふうに考えております。それで具体的にはまず設置変更許可申請書の中にその旨についてはしっかりと書き込んでもらうと、で、そこで方針はしっかりと示しておいてもらうというのがまず大前提だろうというふうに思っております。その中確認の深さということについて言えば、現時点の設置許可申請の中で、あるいは使用済み燃料の処理方針、今ある使用済み燃料処理方針はあまりに中身がございませんので、あれでいいということは多分ないと思いますけれども、ああいったような形で、設置許可の条件として、確認をした上で、最終的には、社内の何らかの文書とか、そのあたりのところでしっかりと決めておいてもらうということかなというふうに考えております。確かに設置許可で歌ってもらうのはこれ間違いなくやらなきゃいけないんですけど、そうするとその設置許可で歌ったことに関してはどう実現するのかっていうのはやっぱり最終的には確認しなきゃいけなくなってきちゃうんじゃないかなっていう気がするんですね。でそうするとその設置許可を受けてどこで事業者はこれを定めておくべきなのかっていうのがあって、でそれともう一つは、その定めただけでいいのかというのがやっぱりもう一つあって、そのここに書かれているようなその判断基準みたいなものを具体的にする必要があるのかとかですね、それからそのこれに関して周辺状況が変わったときにやっぱりどっかいじらなきゃいけないっていうようなことが出てきた場合に、
その手続きどうするんだとかですね、そういうものが多分いろいろついて回るんじゃないかなという気がするんですけども、でその時にその事業者がコミットメントするっていうことに対して規制側はそのコミットメントをどうやってね、その公団規制でフォローしていくのかっていうのがやっぱり常につきまとうものだと思うんですね。でおそらくこういうものって実際に起こらなければ違反行為とかそういうのはないんで、そこまでは常日頃縛る必要はないとは思うんですけども、どういうタイミングで確認をしていくのかっていうのが少し問題としては難しいのかなという気がします。おそらく法案規定等で例えば手順みたいなものを整えておくとしたとしても、どういった手順であるか十分であるかっていうのの判断が難しいだろうと、まあ、例えばそういうご意見ですよね。でそれは非常に私もこれを今説明を聞いていて難しいだろうというのは、火山活動の兆候を把握した場合と、ただこの兆候がプレカソーとして、5年なのか10年なのかどう考えておけばいいのか、それから使用済み燃料の搬出っていっても、それまで直前まで使用されてた燃料を今度は使用済み燃料プールで冷却して持ち出しってなると、まあざっくり言って全ての、まあ、もちろん使用済み燃料プールの貯蔵本数にもよるけれども、おそらく5年ぐらいはかかるだろうって考えるのは、5年でも私は割と厳しいところだと思いますけども、考えなきゃならない。でもしその予兆というものがもっと差し迫ったものなんだったらば、今度はといってもこれ冷却付きのキャスクなんていうものを用意したらそれこそ数年かかりますから、ですからこの兆候を把握っていうのの期間をどう捉えるかでによってもその手順が変わってくるし、でそのどういった範囲での兆候を把握した場合の手順を求めるのかっていうのは、確かにその法案規定に手順が定められていることって言っても、その手順が十分な手順かどうかの判断がなかなか難しいと、確かに頭の痛いところだろうと思いますし、それから搬出が必ずしも、いいのかどうかちょっと難しいところはあるんだろうというのは実は内部でも議論をして、使用済み燃料プールか炉心かって言ったらおそらく炉心を置いておく方が安全で、ただ使用済み燃料プールにあるものをどうすればいいのか、搬出するのか、ないしはその乾式容器で転がしておいた方がまあマシと言いますか、安全かというようなところはあるだろうと思うので、その手順の十分性みたいなものについて詰めなきゃならないのは事実ですね。ただこれなかなか実は答えの出ない話なんですけども、ちょっと冒頭に申し上げたんですけど、その法令で縛ってる部分、手続きとかいろいろな部分があって、でこういう時にその法令に縛られてるときっとできなくなっちゃう部分があって、だそういうその法的なその拘束されているものに対して、こういうその緊急時に対してはそこを超法規的にできるんだというような形がどっかにないと、これはほとんど絵空ごとになってしまうということになるんで、その辺も合わせて考慮しないといけないと思いますんで、まあ、十分検討していただきたいしか今は言いようがないんで、私もアイデアがないもんですから。ただその搬出先なんかに関してはその手順を定めるにあたって、現行の法令だとか規則にとらわれないで、その都度考えていいとするとか、なんかそういった意味でのそれこそガイドがないと手順書を作る方だって作れないって、そういう意味ですよね。それはおそらく個別の審査をする際に少しこういうところというところについては固めていくということに、まあ、現時点ではそうせざるを得ないかなというふうに思っております。今の話を聞いてますとね、これ搬出の例えば手順を考えるときに搬出先にそれを入れるものがないといけないわけでしょ。でそう例えば電力会社によってはその自分の電力会社でその中でそういうところないところもありますよね。でそういう時にはそのこれはあれですか、他の電力会社がそういうのを受け入れるんだというようなことまで含めてその手順を作ってもらうということになるんですか。先ほどちょっと申し上げました通り、これは差し迫って今すぐやらなきゃいけないかというところというところのっていうのをもう少し
こうなった時にはこういう準備はあらかじめ取られているというところの確認かというふうに思っておりまして、したがってどこへ運び出せるというところが要は確保されているというところまでを現時点で確認をするというのは若干難しいところで、こういうことで進めますという方針を確認をしておくというところまでかなというふうに思っております。この、さっきその緊急の場合とかいうようなそのニュアンスのことになってるんですが、その辺が一番わからないんですけどね。例えばその火山の活動が極めて活発になっているとして、それがその実際にその噴火する、あるいは何かとんでもないことが起きるというのがですね、その5年間に起きるかもしれないとか、あるいはこの1週間の中に起きるかもしれないといったようなことで随分違うような気がするんですよね。でその1週間の中に例えば起きるかもしれないなんていうときに、本当に搬出させるのがそのいいのかどうかと、それから今度は逆にね、その5年もその間のどこかでやるっていうことになるとね、やっぱりその何が一番いい方法なのかっていうのも違ってくるような気がするんですよね。だから、こういうことまで含めてその検討してるんだということ自体はいいんですけど、どこまで本当にその具体的にこれでいいのかというのは、その火山の、ね、予測そのものにものすごくその関わっているって感じがするんですけど。すみません、今ここでご議論いただいているところはあくまでも可能性は極めて小さいというのが前提で、とはいえその場小さいとは言ってもその後のことをしっかり考えておいてくださいというのを規制上の要求にしようということでございまして、すぐ吹くかどうかということを考えなければいけないような状況にある発電所についてはそもそもその前段で一致不適ということで弾いておくべきものだろうというふうに考えております。他によろしいですか。平野さん、今安倍さんが言われたと同じような感覚は持ってるんですけれども、前回安倍先生からお話を聞いたときに、多分大規模なカルデラ火山みたいなものが起こる頻度というのが結構高かったんじゃないのかなという記憶があるんですけれども、例えば1000年とか1万年とかいうことでもしあるとすれば、低頻度高影響事象とも言えない事象になると思います。でそういった場合については、方針が定められているだけではやはり不十分で、もう少し具体的な、ところまで詰めておくべきという議論になるんじゃないかと思います。基本的に今安倍さんが言われたと同じなんですけれども、だからどの程度の今山田方課長が言われましたように、どの程度の頻度のものを想定して、こういったものを作るのかというところをもう少し、今どういうお考えなのかお聞かせいただければというふうに思います。この火山については前回の時にもご議論ございましたけれども、今平野さんからご指摘あったようなものについて、大規模なものについてはもう含めて前兆がある程度把握できるだろうというところで、普通のその確率論的な評価で、対象にしているものとは少し性質が違うのかなというのが今回この評価のガイドの考え方の根っこになっておりまして、したがってここにも書いてございます通り、ちゃんとモニタリングをしっかりやるというのがまず一番の前提かなというふうに考えております。私も全くその通りに考えているんですけど、ここでは火山、今私が頻度と言ったのは火山活動の兆候が現れる頻度という意味で、その頻度がどれぐらいかということで、どこまで対策を事前に取っておくべきかということで、のところが気になっているということです。予兆が把握できるということを前提として私も議論はしているんですけれども、その予兆が出る頻度が例えば1000年に1回ぐらいだと把握すれば、やはりこれは方針だけでは不十分という議論になるのではないかと、そういうことです。ここって今もう1点ありますのは、供用期間中にという前提が入っておりまして、したがって例えば1000年という期間を考えた場合にですね、
供用期間中にそれが発生する場合というのは、ある程度モニタリングをしている場合を前提とした場合には、発生頻度としては小さいのではないかというふうに考えるんですけれども。リングとそれから事前に火山 の今の現状ですね、これの調査をするということを前提としてということでございます。基本的に了解はしました。ただそれやはり、その予想、そうなると今度はどれだけその基本的に予兆を把握できるということは、まあ、その通りだと思いますが、それがどれぐらいの信頼度であって、何年前ぐらいからそれがきちっと把握できるのかというところとの兼ね合いも出てくるんじゃないのかなというふうに思います。ですから、一律にこの単に方針だけでいいというのはなかなか難しい面があるかなという印象は持ちます。そこのところについては、最初 火山の現状の調査、それから今後の予測、そこがどの、この申請があったときに、それを審査する段階で、どの程度、まあ、はっきりというか、確からしいかと、でその確からしいということは、この審査の段階で、まあ、多分評価をして、確認をしていくということになるんだろうというふうに思っています。やっぱり規範の話がよくわからないんですけどね、火山 の, その予兆がつかめるというやつで、例えば今まででもこの数日中に火山の噴火が考えられるといったやつもよくありましたよね。だからその数日の話の場合もあるだろうけれども、その要するに これから5年間の間に活動が激しくなるだろうと、それから今出ている話は供用期間中の例えば40年の間にはそういうことがあるだろうという話とか、それからずっと長くね、これは要するに1万年に1分はこういうことがあるんだというような話ですよね。だからそれによって全部違うような気がするんですよ。それでさっき山田さんおっしゃった中でね、そういうのは初めから弾き回すというのは、その供用期間の間にかなり可能性が高いということになればね、これはその段階で弾くということだと思うんですが、これ弾かれないでここに来てるんですよね。というのは、その最初はそう思ってなかったけれども、どうも急にその火山 その活動が激しくなったらしいというようなことで、ここに来るんでしょ。そうするとまたどういうタイミングでっていう話が随分難しくなってるような気がするんですけど、そこは今ご指摘の点は、どれくらい小さい、要するに影響を及ぼすことが可能性が小さいかということの審査を最初のところでしっかりやれるかどうかというところにかかってくるのかと思いますので、そこをやっぱり しっかりと審査をすると、であくまでもモニタリングをしてその先に行くかもしれないということについては、まあ、ある種 の, です、ね、非常といったらなんですけれども、コンティンジェンシーの場合の対応という位置づけにするということだろうというふうに思うんですけど、今非常に大規模な噴火のことが問題になっていて、我々は通常経験しているのは、この間の話もありましたように、何桁も下の明日噴火するだとか、そういうレベルであって、これは非常に大規模なものを見ておりますので、現在今その大規模なものの前兆がすでにあるのかどうか、それがどのくらい確かに言えるのかどうかっていうのが、その最初の多分マスで慎重に判断するって今ご議論あったところだと思うんですね。それでもまあ大丈夫だろうっていうことになっても、心配だからちゃんと見てましょうっていうことになったら、急になんか思ってもないようなことが始まった、その時どうするかっていうのは今の議論ですよね。でまあ実際本当に大規模なものっていうのは歴史的に非常に稀ですし、例えば南九州の例で言いますと、今から7000年ぐらい前に縄文人が壊滅した。でもそれはいっぺんに起きたわけではなくて、かなり時間経過とともに起きてきたわけですけれども、まあ、そういった事象がありますけれども、それはまあそれなりに
いろんなことが起こるであろうと、まあ、ここはどうしてもあろうで非常に確実なことは、まあ、今の現代では難しいかと思うんですけれども、そういうもののようなものが始まった時にどうするかっていうのはここに書いてある。で、ある程度の時間的経過はあるだろう、まさに2週間後だとかそんなことはおそらくなくって、おそらく、10年か5年かとかそういう微妙なところは分かりませんけれども、ある程度の年数でだんだん発展していくという、そういうふうに一般的に考えられているんだと、そういうことだと思います。他によろしいですか。はい、その絡みで言うと、その搬出っていうものをやろうとしたときに、実際にじゃあ今ある発電所の燃料を搬出先をどこにするかは別にして、サイト外に持っていくのにどのぐらいの期間が必要なのかというエスティメーションは各発電所は各サイトごとにこれやっとくべき話になると思いますね。ですからそういうことをこの中にむしろきちっと明記すべきなんではないかなと。それが要するにそれ以内であったら逆にも搬出するっていうことにメリットが逆ないのかもしれないし、炉心の中に燃料は入れたままにしておいた方がいいだろうし、いろんなそのケースがあるんで、まずそのどの程度期間を要するのかというのをきちっとその評価をさせるというのが一つの手段なんではないかなという気が今したもんですから、ちょっと発言させていただきました。それは意味のあるご提案だと思います。要するに最も急いだ場合にでアベイラブルな、キャスクなり何なりを用いて、行き先は別としてもとにかく搬出にどれだけ時間がかかるのかっていうのは評価してもらうことには意味があるだろうと思うし、逆にそれよりもその、活動の蓋然性がそれよりも短い期間で予測されるんだったらば、例えばその直前まで、使用していた燃料の最も安全な保管先っておそらく炉心であって、ですからそうすると下手に開けて取り出したりなんかしない方がいいわけですね。ただ使用済み燃料プールに関してはこれもちょっとサイトに依存するところはあるでしょうけれども、短い期間の対処としたらばどういうことが考えられるか、考えるといってもおそらくなかなかそのキャスク等の整備の期間等を考えると、あまりに短い場合は実はその現状の保管場所においてより少しその防護の手立てを考えるということになるんだろうと思うし、予兆が十分な期間を持って、というケースであればこれは搬出を真剣に考える。とですから基本的に渡辺さんおっしゃるように それぞれにどれだけ時間をかかるのかを各サイトごとに、検討しておいてもらうというのは、ですからこれをおそらくその検討というのは保安規定になるのか、それともその個別の審査の時にそういったものを聴取するのか、それはちょっと個別の審査に譲ることになるだろうと思いますけど、ただこの、評価ガイドとしての記載内容としては正直なところこれ以上書きようがないというのが実態であって、ですからそうするとそのこの影響評価に関すると個別の審査に、委ねる部分が非常に大きくなってしまう。ただその個別の審査に委ねられたとして、じゃあ個別の審査が可能なで審査で判断が可能なのかというところを危惧をしていて、その部分の裁量が非常に大きくなるでしょうから、議論になるだろうと思われると。ただ評価ガイドとしては現時点においてこれ以上のことを書くのはむしろ危ういかなと思ってるんですが、安倍さんお願いします。私もこの最後に書いた1ページに書いてあるところでですね、その方針が定められていることを確認するという内容ですよね。その今までねあんまり考えてこなかったことをこうやってそのこれ事業者が決めるわけですよね。事業者がそのちゃんと考えてこういうふうに考えていますからとでいう説明をして規制当局が納得するかどうかだっていうことですよね。ここに書いた内容はでそのやっぱりこれからね単純にここで、ね、その何かやって丸がつけるというんじゃなくて、こういうプロセスを踏むことが大事だと思いますんで、これその将来ねどんなふうになるかは別にして、その現時点でそのやれることとしてこういうそのルールにしておくというようなことでいいんじゃないかと思いますけど。他によろしいですか。山口先生。
私現状のこの書きぶりで良いんではないかなと思うんですが、その一つは今の議論の中でいわゆる、ポアソン的にですねランダムに発生するような現象と今の火山の場合とやっぱり本質的に違うんだと思うんです。で前回のお話でも頻度にしても広域的に見れば相当予測性があると。でそれから実際のモニタリングによってかなり兆候というのは事前に見えるとということは、例えばその、地震のようなですね、あるいはその他自然現象の中である頻度という概念でランダムに起こるようなものとやっぱり違うので、そこを一緒に議論せずに、モニタリングによって相当の事前情報が得られるという前提で、考えるべきであるというふうに思います。まあ、ちょっと今の議論の中でその辺の頻度の考え方が私は他の自然現象と比べて火山の場合にはちょっと違うんだという観点が留意すべき点であろうかと思います。はい、他によろしいですか。じゃあよろしければ火山影響評価ガイドについては、まあ、このようにな形で、これもまたもう一回パブコメに含まれますけので、かかりますけれども、とりあえず今の時点ではこの形にさせていただきたいと思います。それでは、冒頭に申し上げたようにこの基準の骨子については固まった形 で今これをその条文化を進めているところですけれども、これまで、ご議論いただいてきた設置許可段階の基準であるとか工事計画認可それからその保安規定に至るところまで その全体構成について資料2に基づいて山田課長の方から説明をしてもらいます。はい、今回のご議論いただきました骨子案というものは要求すべき内容を、まあ、一応ざっと全てにわたってご検討いただいたという形でございますけれども、それぞれについては規制の段階ごとに適用していくという形になりますので、一度規制の流れのどこの部分でどういうふうに基準が使われるのかということについて、それからシビアなところでございましたように有効性評価を最終的にはどういう形で固めていくのかというようなところまで含めて一連の流れを一度ご説明をさせていただきたいという趣旨で資料を作らせていただいております。資料2でございます。発電用原子炉施設に係る規制の体系についてということで一連のちょっと流れをまとめてございます。まず一番頭にございますのが設置許可ということで、この右側にあります第43条3の5というのは新しく7月に施行になります予定の原子炉等規制法の条項の番号でございます。でこの設置許可の段階におきましては、基準は今回ご検討いただきました基準は一構造及び設備設置許可申請書の中に書かれております一構造及び設備の妥当性適切性を判断するための規則として、原子力規制委員会が定めるものという位置づけになってございます。それで、この一構造及び設備としては原子炉施設の一構造及び設備の基本方針の審査というのが設置許可段階で、後ほど申し上げますけれどもその設置許可を踏まえた上で具体的な設備の設計がどうなっているのかというのが工事計画認可段階ということになります。でこの設置許可段階におきます一構造及び設備の評価としてはこれはデザインベースに関しては安全評価ということで実施がされますし、シビアアクシデントについては炉心損傷防止対策格納容器破損防止対策等に必要な設備それから手順体制にかかる有効性の評価をするということで今回ここでご議論いただきました設備の中身それから有効性評価の方法でさらにはこの中では確率論的な評価ということで個別のプラントの評価 IPE それから外部事象に対する評価 IPEE を実施をしていただくということになります。で、その、リスク評価の結果として、今回定めております事象、それから格納容器損傷モードを以外の有意な事象等がございましたらそれは
追加で評価をしていくと、そういう流れになっているところでございます。それから今回はその右側の技術的能力でございますけれども、通常これまでのデザインベースの世界では原子炉設置及び運転の技術的能力というものがございましたが、今回シビアアクシデントについてはご議論いただきますとおり、ソフト面が大変重要であるということで、重大事故対策に必要な体制、個別対策との手順との基本方針の審査というものをしっかりをしていくということになります。で、この審査にあたって使われるものとしてがご議論いただきます設置許可基準規則、それからそれに要求事項の詳細として書いてございました解釈の内規ということになります。それから技術的能力の評価としては、従来ございました原子力安全委員会の技術的能力の指針、それから今回事業者の重大事故対策の技術的能力の審査内規というものを定めようということでございます。それで次のパスでございますけれども、設置許可が下りたところで、工事計画認可ということで、設置許可で、認められた設計の基本方針に従って具体的な設備が作られているかどうかということについて、構造強度も含めて審査をするというのがこの左側にございます工事計画認可の段階でございます。で、ここでは今回は渋谷も入りますので、降雪それから下半式両方含めて設備の詳細設計、性能、構造及び強度等についての審査をするということで、これについても技術基準規則、それから解釈内規というものを整備をするということでございます。で、これは設置許可基準と中身齟齬があってはございません、齟齬があってはいけませんので、今回ご議論いただいた中身をと整合した形で、従来ございました電気事業法の方でございました技術基準、これを今見直してございまして、それをこの基準ということで定めようとしているところでございます。それからこの右側のところに保安規定の認可というのがございます。これは安全設計において、安全評価において前提としていたいろいろな設備の運用方法、それから体制、その他についてはこの保安規定のところにで具体的な中身については担保するということでございまして、設置許可に書かれていた内容通りに手順、訓練の実施、体制の詳細事項、設備運転上の制限等が定められているかどうかということについて、保安規定としの審査を行っていくということでございまして、これについては保安規定の審査内規というものを用意をしようとしているところでございます。それで、以上が設計の段階でございまして、それ以降建設に入ってまいります。建設段階におきましては、その下のレイヤーでございますけれども、使用前検査、施設定期検査というのがございます。これは建設段階についての検査をするというものでございまして、具体的には設備の検査以外に溶接の検査ですとか、それからすみません、船はすみません、定期検査のといったようなものについての検査がございます。で、ここで適用される基準というのは、工事規約認可の段階で使われた基準ということでございまして、同じものが設備を設計された通りに維持していくという義務がかかっているところでございます。それから設備の運用の方についてはこの右側にございます保安規定通りに設備の運用が行われているかどうかということについては、保安検査というものを実施をするということになってございます。これは保安規定を規範といたしまして、その通りに事業者の活動が行われているかどうかについては確認をするということになってございます。それからこういった保安活動について適切に行われているかどうかということについては、保安及び核燃料物質防護のために講ずべき措置というものがございまして、これを踏まえた上で保安規定を含めてきちんと設備が運用されているかどうかについては、炉主任がしっかりと監督をすると、技術的に監督をするという体制になっているところでございます。それで、以上が一連の流れで、それから一番最後のところということで、安全性向上のための評価届けで、評価の届けで公表とで、よく通称でFSR とかと呼ばせていただいておりますけれども、こういうものになります。これは設備が最終的に出来上がった状態、それから
設計に加え、許可が下りた、許可された内容に加えて事業者が自主的に取り組んだでいる活動も含めて、設備の現状を踏まえた上で、その設備の安全性といいますかリスクの状態をしっかりと評価をしていくということで、こちらは今こちらと並行して行っている制度のについての検討チームの方で検討しているところでございますけれども、この中では設備の仕上がりの状態を踏まえた上での PSA リスク評価、これは内的実証、外的実証含めてということで IPE と IPEEE を実施をしていただくということと、それからここでご議論いただきましたとおり、重大事故に対しての対策についての有効性評価がどの程度リスクを下げる設備の安全性を向上させる効果を持っていたかということについての最終的な確認については、この安全性向上のための評価のところで、最終的には確認をしていって、で、改善すべき点についてはこの報告書の中で事業者の方でどういう今後の方針を持っていくのかということについては合わせて報告をしてもらうという形になってございますので、それを踏まえた上で改善すべき点についてはこの一番上の設置許可の方に戻りますけれども、フィードバックがかかって、ループを組んで、順次といいますか継続的に安全性を改善をしていくと、そういう流れになってくるというものでございます。ちょっと長くなりましたが、ご説明以上でございます。ちょっと補足をしますと、これ少しシーケンシャルに書いてあるから誤解をされてしまうかもしれませんけれども、従来の審査でいうと設置許可、いわゆる安全審査と言われた設置許可を行って、その後、工事計画認可、それから保安規定と、そのシリーズに並んでたわけですけど、これも3月の確か19日だと思いますが、原子力規制委員会の会合で、ご説明をしたように、この新基準を適用した審査にあたってはこれをその一体的にやると。でというのは、特に工学的な意味としては、重大事故の審査、重大事故の防護策に関して言うと、そのハードウェアよりもそのソフトウェアの占める部分が大きい、いわゆるマネジメントの部分が大きいの で、そのマネジメントの部分というのはかなり保安規定の部分、手順書であるとか、そういったところに追っている部分が大きいので、ですからこういった設備を導入するという、その設置許可の審査と、それからそれを有効的に使えているかという、手順が整備されているか、技術的能力が備わっているかという部分というのは保安規定と一体になって審査をすることによって、特に重大事故に関しては十分な防御が整っているかどうかということを確認していきたい。それが一つのミソになります。それから山田課長の説明の中で、設置許可の段階で IPE、IPEEE とはありましたけれども、これは要するに、新たに設ける設備抜きですね、その前の状態でのリスク評価の状態を指していると私は理解をしています。でそのリスク評価の結果を出してもらって、でそこでその、6つの、代表的なシーケンスは、指定をしていますけど、それ以外のものも含めて、その抽出されたシーケンスのそれぞれについて新たに設ける設備や新たに設ける手順なりが有効に機能するかどうかを確認をしてやって、で仕上がりの設備が整備されて手順が整った仕上がりの状態でのリスクを把握するのは、その最後の安全性向上のための評価の届け出において、仕上がりの IPE、IPEEE を事業者に行ってもらって、そこで確認をすると、そういう、流れだと私は理解してますけど、よろしいですね。ちょっと補足が長くなりましたけども、ご意見、ご質問があればお願いします。安倍さんどうぞ。3点ばかり質問があるんですが、1つは実は昨日渡辺さんとその議論してて、その指摘されて、なるほどと思った話なんですけど、このね、従来ね、そのサイトエバリエーションアクシデントで、その敷地のね、境界までの距離の妥当性というのを見てたわけですよね。それは決定論で見てるわけですね。で今度その今そのご説明あったように、そのシビアアクシデントに対しては
より現実的なその評価をその確率論を中心としてやっていくんだと。でそれはそのこれまでずっと議論したように、まあそのまあそのなんていうんですか、デタミニスティックなものではなくて、そのいろいろ議論しながらやっていくんだということなんで、そこは全部解決したと思ってるんですが、その敷地境界までの距離を徹底論的にその評価するんだというのは残ってるんですか残っていないんですかというのが1点目です。まず3つやっちゃいますか。それからその次はですね、その IPEEE という話が出てきたわけですが、そのこれは全部その確率論的なリスク評価なんでしょうかと、それともその例えばね、そのストレステストのように、その何か別な方法を使ってこういう方法で経度の評価をした結果として、その十分その安全だから大丈夫ですというようなことをその含んでいいのかどうかと。でそのもし確率論的評価でやるとすればね、その手法の整備あるいはその妥当性確認なんていうことでまだできてないものが随分あるような気がするんですね。でこれもね、その本来はそのある現実にある道具を最大限に利用してということでいいんだろうと思ったんですよ、将来変えていくにしても。だからそれは今どういうふうにお考えでしょうかというのが2点目です。ちょっと3点目はもう一回整理します。1点目につきましては、現在今回ここで議論しています季節労を対象としているということがまずございますけれども、それだけでございませんで、敷地境界の線量については最後に重大事項の対策が有効性評価のところにの最後の出口として、安全性向上のための評価、ここでシビアアクシデント対策の有効性の評価の一環として、フェーズ1それからフェーズ2のそれぞれのタイミングで、ですから格納容器が壊れていないシビアアクシデントの状態、それから管理放出している状態で の敷地境界での線量についてはそこの中で評価をしていくということに、今ここでのご議論は整理をさせていただいたというふうに理解をしております。それからまず1点目いいですか、梶本さん。シビアその、管理放出をしているときに敷地境界の線量を見るということはもうこれは確定であるというふうに話されてましたが、それと放出量との関係はですね、どういう仕分けになるんでしょうか。放出量の評価をやりますよね。でその放出量自身の使い方というのは、これは例えばフィルターベントの性能に関係しているのでそれを見るんだという割り切りにするのか、ちょっとその辺が判断基準としてですね、放出量と線量の今2つの量が出てきているので、そこはちょっと整理した方がいいんじゃないかと思います。それは2、3回前の有効性評価の最後のところでご議論させていただきましたけれども、放出量評価項目の中に、放射性物質の放出量というのは評価項目として入っておりますので、格納容器の圧力温度、それと管理放出した場合の放出量、あと水素だなんだかんだってありますけれども、そこまでは有効性評価の中でやっていくと。でそれで全部対策を取った後の線量ということについては FSAR といいますか、安全性向上のための評価でやっていくということです。分かりました。じゃあその線量、敷地境界の線量というのは最後の一番このフローでいう一番下のところで使われるということを了解しました。安倍さんいいですか。有効性評価というのはその設計およびその管理マネジメントの有効性をそこで評価するという意味だったんですよね。でだからそれはそれでね、今までの説明で全部その納得してるんですが、その要するにそのサイトエバリエーションアクシデントというのはそういうものも放出された後でその敷地境界までの距離が妥当なのかどうかというそういう観点で見ますよね。そっちはそのどうなってんでしょうかという質問なんですけど。
このところは、おそらく今後新しいサイトを評価する際には検討しなきゃいけないことになるかとは思いますけれども、解釈すればいいですか。要するにね、そのこれまで敷地 の, そのサイトの、ね、妥当性そのものはその季節のものについては評価済みであると。でただし今度その渋谷アクセントについてはその設計及びマネジメントの妥当性というのは全部その解析評価をやり直すことになったけれども、その要するに敷地境界までの距離についての妥当性確認というのはこれは新規 の, そのプラントの時にはもう一度考えなくちゃならないけれども、この そのバックフィットのところで考える必要はないんだと、こういうその理解でいいですか。現時点の整理とはそうなっているというふうに理解しています。今の話聞いていると季節路で例えば今回のいろんな設備をつけるとか変更するとかいう話になったときに立地評価やらなくていいってことですね。端的に言えば現時点ではもうすでに立地をしておりますので、それを前提とするということです。2つ目です。IPE、IPEEE で、これは結局それぞれの対象とするその脅威 によって技術がおのずと異なってくるだろうとは思っています。で、例えば火災リスク評価やれって言ったところです。まだそんな技術が成熟をしているわけではないから。それから例えば米国ストレステストの例で米国の例で言えばそのいわゆるマージン法みたいなやり方を許したサイトもあればないサイト、それ個別に審査をされてますよね。でそれがどうかっていうのはおそらくそこ個別の サイトに関して判断を委ねていく部分になるだろうと思っていますけども、原則としてはで今最近 NRC がそのフルスコープのリスク評価を、サイトスペシフィックにやるようにとやったらどうかというのはアポストラキスと、マグウッド両委員が提案をしています。でフルスコープの PRA が技術的にそれぞれにおいて可能であるかどうかというのはおそらく議論の余地があるんだろうと思いますけれども、で、基本的に原則はその確率論的なリスク評価による IPEIPEEE を求めているし、さらに、私が聞いている限りではそのいわゆる日本流ではないけどヨーロッパ流のストレステスト、いわゆるマージンを捉えるためのストレステストのようなものはこれは、重ねて、必要とするかどうか、これも議論のあるところだと思いますけど、私はそれぞれ個別に意味があるだろうと思っているのはリスクの中央値を求めるという意味での確率論的リスク評価と、それからそのいわゆるマージンを個別に抑えていくというのは、別個なされていても困惑的に意味があるんだろうと思ってはいます。山さん、すみません、安全性向上のための評価 のご説明で実は一つ抜け落ちてしまっておりましたけれども、ここではリスク評価とそれから誘導評価の双方を報告していただこうということで今検討しているところでございます。アンドなのかオアなのかというのはおそらく議論があるんだろうと思ってますけども、今の私たちの考えではアンドで、求めようとしています。わかりましたが、要するにその原因の違いによって、例えばその地震の場合、津波の場合、火災の場合、航空機の場合、これ確率論的な、ね、評価ができないことはないと思うんですが、そのマチュリティが全然違いますから、そういうのを十分考慮の上やってくださいと、こういうことですかね。リスク評価のところはこれは多分その今回 の, その新しい6世法の中で、多分技術的には一番なんて言ったらチャレンジングなところだと思います。それでそのいろんなリスクの中に、今十分技術が成熟してない分野もあることは事実だと思いますし、ただそれがあるからどうとかこうとか言っているとですね、いつまでたっても日本のリスク評価の技術は上がっていかないと思います。
それでアメリカでも非常に長い期間をかけて、まあ、だいぶ進んできて、で、まあ、先ほどおっしゃってたようなフルスコープの、まあ、提案が出て、それでもなおやれるかどうかという議論があると承知をしています。ただやはり私どももそのリスクが一体どれだけあるんだというのを捕まえるという作業に積極的に取り組むべきだと思いますし、それからこれは一回じゃ完全じゃないかもしれませんけど、それを積み重ねてレベルを上げるということにもっと貪欲に取り組まないとですね、いけないと思うので、そういうやり方でやるべきだと考えます。先週私原子力学会の原子力安全部会でその福島事故の報告書を書きまして、それでその中でもですね、今安井さんおっしゃったのと同じようなことを書いているつもりなんです。だから要するにどんなその成熟度が低いものでもやっぱりそのリスクをねちゃんと捕まえるようなことはやらなくちゃならないと、でそういうことがその遅れていたというふうにそのしてきたつもりなんです。ですから今安井さんがそのおっしゃった通りだと思いますが、ただその最終的な判断のところで、その要するにこれはこれくらいの不確実さがあるからこういう判断というようなところにちゃんとそのやってくださいというそれだけのことです。で今の話でいうとこれはもうむしろ安倍さんがよくおっしゃっていることですけども、基本的にこのリスク評価は与える結果の数字をどう、その情報をどう捉えるかということも重要ですけども、そのあらゆるハザードを捉えてその PSA を PRA を実施すること自体に意味があると思っていますので、そういう意味ではその技術の成熟度にかかわらずそれぞれについてやはり求めていくということになるだろうと思います。3つ目なんですけど、はい、技術的能力というところで今度ここにありますように、その重大事故対策での技術的能力のその審査内規とこういうふうにつながっているわけですね。これは今までの流れから言ったら当然のことだと思っているわけですが、そのこれは非常にその単純な質問なんですけど、じゃあそのどういうことに注目すればそのこういう評価ができるということなんでしょうかというのがその質問なんです。今の点ですけれども、今までご議論いただきました、シビアアクシデントといいますか、重大事故対策の骨子の中でですね、まず初めの方に手順書ですとか訓練ですとか体制、そういうものの部分がございます。また個別に、の対策のところで手順というのもございますので、そういうものをまとめてこの事業者の重大事故対策の技術的能力の審査内規というのをですね、作っていく予定にしております。よろしいですか。他にありますか。渡辺さん、先ほどその PSA というか PRA とストレステスト双方だって誘導評価双方だという話なんですけど、それは目的が分かんないですね。何をその目的として2つやらせるのかが、要するにその誘導評価っていうのは実際に、ある意味その頻度がよくわからない、そういうものに対してどのぐらい誘導を持っているのかっていうのをきちっと調べておけというのが本来の趣旨であって、で頻度がわかるものに対して誘導評価やってもあんまりしょうがないと思うんですけども、それはリスクというものが出てくるんですから、その頻度のわかるものに対してはですよ、リスクというのが出てくるものです。来るんで別にその誘導評価やる必然性がないと相互に補完すべきものじゃないかなと思うんですよね。でそれと先ほど出てきたそのフルスコープ PSA っていうやつも、その全てのサイトで全ての外的事象に対してやるものではないと、そのプラントスペシフィックなフルスコープであってジェネリックなフルスコープではないはずなので、その辺は少しきちっとそのなんていうんですか、定義と仕分けをきちっとしていただきたいと思うんですけど、おっしゃる通りで確かに NRC で求められているのはサイトスペシフィックというのが非常にかかっているわけで、そのサイトで考える必要のないハザードについてまで、評価しろとは言っていないわけですよね。で前半の方にして言うと確かにその、個別に組み合わせといえばそうかもしれない。だから要するにPRA そのものを全く要求しないで全面的にその誘導評価だけにしてしまうというのではなくて、そのハザードごとにっていう意味でアンドなんですよ。同じハザードに対して双方を求めるかどうかっていうのは私もあんまり意味はないと思う。
ただこの部分に関してはプロバブリスティックであるけども、この部分に関しては、マージン、そういう意味で全体として見てみれば確率論的に、リスクを抑えようとしている部分とマージンを抑えようとしている部分というのが両方の組み合わせになるという意味で、双方が現れてくると、そういう意味で安堵と言ってるんだと思ってますけども。すみません、私は誘導評価という単純な言葉で申し上げてしまいましたので、多少誤解を生んでしまったかもしれません。今これまで日本でやってましたストレステストの一次評価、これは設計基準を超えてどこまで持つかっていう意味の評価で、それが誘導評価というのでちょっとイメージが定着をしてしまっているかもしれませんけれども、本来のストレステストはクリフェージエフェクトを確認するといいますか、見つけ出すという考え方で、リスク論的な評価とそれから決定論的な評価で、決定論的な評価をしていくことによって設計の弱いところですね、例えば防潮堤を超えてしまったらいっぺんにドンと全部やられてしまいますといったような、そのここをじゃあ強くしておけば他がいっぺんに倒れなくなりますとか、そういったような設計の弱点を見つけ出すという手法として、いわゆる、誘導評価というよりもいわゆる設計の頑健性ロバストネスを評価をするという観点で誘導評価といいますか、いわゆるストレステスト的な手法による評価をやる必要があるのではないかという考え方をしております。今の答えだと一つのハザードに対して2種類やれということですよね、そういうふうに聞こえたんですけど、いや今おっしゃってたそのストレステストでクリフェッジを探して弱いところを見つけるっていうのを PSA、PRA でできないかっていうとそんなことはないんです。 PSA だ PRA だってそのシナリオを組んで、そのシナリオでその確率で落とすからできないんであって、確率で落とさずに見れば出てくるはずなんです。だからそこは考え方の問題で、両方をやる必要性があるかどうかきちっと整理していただきたいと思うんですけど、そういう意味でいきますと、今いわゆるストレステストというものも確率論がつかない形、確率のつかない形のフォルトツリーでどこが弱いかという評価をしていくということですので、渡辺さんのおっしゃっている通り、やっていることはそういう意味でいけば近いことなのかもしれません。ただ結論的に出てくるところが多少違ってくるんじゃないかというふうに思っています。渡辺さん、なんだかね、お二人の言ってる内容が内容的にはあまり違わないような気がしていて、そのフォルトツリーから頻度の因子を落としてやっていけばその脆弱性を見つけるという意味ではストレステストのやり方ですよね。だからある意味そのフルスコープというか、PSA でその脆弱性が見つかるって言っているのと、それからそのいわゆる、頻度を入れたものとは別個やってるっていうのも内容として変わらないんじゃないかというふうに聞こえるんですけど、違います？いや、技術的に言うと違うと思いますね。要するにストレステストを決め打ちでやってるんで、要はその設備の持ってる設備そのものが持ってる最大値をいつも使っていると。だから壊れやすさがどうのこうのってのは一切ないわけですよね。だけど実際のその PRA でやるとそんな概念はないんですよ。だから要は壊れやすさっていうのを考えない限り脆弱性って出てこないんで、で一気にやられたらダメになるっていうやつは、これはあくまでもそういう考え、 PRA、PSA みたいなものができないからやるべきもんだと。壊れやすさ壊れにくさっていうのはそれはもちろん不確実さありますからね、当然やるんだったら不確実さ評価までやるべきなんですよ。そこまでやった上で判断すべきであって、ポイントエスメントでやるべき話ではないんですけども、ただそういうそのものがちゃんとできている上で、さらにそれでそこを排除してここまで持つんだってやつで やる、ここまで持つっていう いわゆる、それぞれの機器に対する最大耐性ってやつが本当にそれは正しい値かどうか、どうせ誰もわからない、そこにも不確実さがある。じゃあ何の意味があるんだって話になるんです。結局そこは確率でしか最終的には判断できないんですよ。
さっきストレステストなんて余計なこと言ったんでこういう論争になっちゃったかもしれませんが、私の解釈でこれはあの最近ちゃんとやってませんから間違ってるかもしれないけれども、その両方ともイベントツリーを使っていて、ただ確率論とそのストレステストの一番の違いは、そのストレステスト今渡辺さんがおっしゃったことと同じだと思うんですが、その誘導とそれからフリーケンシーとそれから不確実さを抜かす、あの PSA から抜かすとストレステストになるんだと思ってるんですよ。ですからその要するにそのただストレステストだけやるとね、その PSA でやってるものとは少し違ったものになると思うんですが、だからあのその時に例えばハザードプラスストレステストというようなそのやり方だってあるような気がするんですよね。だからその方法論として必ずしもその確立した PSA ばかりではなくて、ちゃんとそのリスクを捕まえられるような何らかの方法論を使ってやるんだというようなことでいいのかなと思いながら聞いたんですけど。あの多分この資料は今のこの議論を突き詰めていく話じゃないんだとは思うんですが、あのいくつかの重要なところは、まず一つはその米国で言ってるフルスコープって言ってるのはレベル1だけじゃなくてレベル3までやるというのがフルスコープの意味であって、それから IPE、IPEEE の重要なところはまさに先ほどおっしゃったようにインディビジュアルプラントと、そこが重要なのであって、あの IPE、IPEEE は決して方法論を確率論であるとかマージン法であるとかそこまで規定しているわけではなくて、当然その現象によって適切な方法があるというのはその通りです。でまさにさっき渡辺さんおっしゃったのが私その通りだと思うんですが、あの PRA をやろうと思っても結局ハザードが描けないような場合に頻度で、落としてしまう、それでは困る、だからマージン法というのが発展してきたのであって、でもただマージン法は誘導を見るというのが目的であるのに対して、ストレステストは必ずしもやってることは近いんですが、マージン法と同じ目的でやってるわけではなくて、あのストレステストはご存知の通りでストレステストなので、ある特定のシナリオ特定の条件を決めてそれに対して の体制を見ると、ですからそれぞれやっぱり目的が違うという面があると思います。ですからあの、まあ、ちょっとでこれ以上この資料では あんまり議論するよりもむしろもうちょっと有効性評価とかどうやるかという別のところで議論した方がいいと思うんですが、少なくとも、今 あのフルスコープというのが、内的事象外的事象すべてにわたってそのリスク評価をやってという概念ではなくて、やはり条件あるいは対象によっていろんなアプローチを目的に応じて組み合わせるということを考えるべきだと思います。ありがとうございました。他に山本先生。あの2点あるんですけれども、あの一番上の SA の有効性評価のところなんですけれども、これあの部分的にあの技術的能力の審査とおそらく、まあ、絡んでくると思うんで、これは、まあ、あの今この一構造設備に入ってますけど、これは、まあ、またがった形で審査されるんですねというのが1点目。あともう1点なんですけれども、あれ、昔あのシビアアクシデントの規制の考え方で、あのこれ似たような議論をやったと思うんですけども、その当時は一番 下からですね上に上がっていく、そのフィードバックのループが描かれてたと思うんですけれども、フィードバックのループというのは安全性向上のための評価と、あの届けで公表をやって、でその結果をもとにあの規制側も事業者側も、あの例えば規制側であると、あのこの規制のあり方ですね、あり方とか考え方を、まあ、改良するなりで、事業者であれば、設備なり体制なりを改良するというようなフィードバックループがあったんですが、少なくとも規制側 の継続的改善についてはこういうところに線があった方がいいような気がします。今のご意見に関して言うと、これも確か3月19日だったではないかな、このスパイラルの絵というのが田中委員長の指示で、あの事務方から出てるので、まあ、必要であればまたあのお知らせをしますけども、あの委員会の資料を見ていただければですが、基本的にその FSAR が与える結果を今度はそれを見てやって、今度はそれに対して十分な2つあって、1つはその要求が、規制の要求がそれにかなったものになっているかどうか、これは安全目標との照らし合わせにもなるわけですけれども、
要求がその妥当なものになっているかということと、事業者のプラクティスが、それにかなったものになっているかというのを見て、でそれによって、過不足があれば、それに合わせてそれを規制に、規制というのは必ずしも基準だけではないですけれどもに反映をさせていって、そのスパイラルの 絵というのが出ていますので、基本的にはこの絵においてもこれ一番下からどこへ戻るかというと、決して設置許可へ戻るわけではなくて、これの反映を受けて規制全体がそれを受けて継続的な改善をというのはストーリーだそうだと思います。これ決してある意味フローではなくて、設置許可と工事計画認可と法案規定に関しては一体的な審査をやろうとしていますので、でおっしゃるように FSR の結果を受けて改善をしていくということになります。で、まあ、改善は規制、それから事業者の取り組み双方であろうと考えています。補足ありますか、山本さん。一番目 のご質問ですけれども、有効性の評価は当然設備と左側の設備と右側の手順両方がこの評価の中に何ですか入ってきまして、同時に、同時って言ったらおかしいですけど、その2つを前提として評価をしていくということになります。ちょっと山口先生の先ほどの質問にあって、まあ、レベル1からレベル3という話があって、少し話が広がりすぎるではあるんですけれども、レベル1に関して言うとその信頼性データの蓄積のようなものが不足しているというか欠けている、でそういった仕組みのようなものも、これはその基準とはまた別途ですけども、これ当然のことながら事業者の協力を得ないとできないことですけど、機器の故障率であるとか、そういったその信頼性データの蓄積のための仕組みみたいなものは別途議論として非常に重要だろうとは思っています。すいません。で今まで、その露主任というのはほぽっと入ってるんですが、その役割ってここでは保安規定の遵守状況を見るというふうになってるんですが、これまで議論したのは露主任の役割は何なのかという意味では、プラント一気に露主任がいるという意味は、そのシビアアクシデント対策など、まあ、ここで言うと技術的能力に相当するんだろうと思うんですが、そういうものを責任を持って知識、見識ある人が見るんだという位置づけであったと思います。で、それから考えると、ここの流れの中の露主任というのは、そのこれまでここの場で議論していたものと変わったものをここに置かれているのか、あるいはその技術的能力といいますか、対応能力といいますか、そういうものとの関連しての露主任の位置づけと、この絵とどういう関係にあるのかを、ご説明いただきたいなと思います。これはですね、一番上の設置許可 の, 段階ではですね、基本的な方針を審査するということですので、露主任は号機ごとに、まあ、こういうような人を選任していきますというような、まあ、多分方針みたいなものが書かれて、で実際 の, その保安規定のところではですね、本当にその人が実際の選任誰々 A さんというその具体的な名前が出てきますの で,、でその人が本当にそのどこどこ発電所の何号機というものをきっちりと保安の監督ができるかどうかというのを見ていくということになります。それとこれはまた次の資料で のご議論していただく予定になってますけれども、そもそもこの露主任というものの、まあ、役割というのはですね、もう少し腰を据えて議論していくべきだとは思っております。2の図の中に1個だけその括弧書きで新規って書いてあるんですけど、ここで今議論したのは分かるんですけど、それ以外の部分ってみんな新規なんじゃないのかなっていう気がするんですが、そうではないんですか。ここで新規と書いてますのは、もともと元にするものがなかったもので、そういう意味でいくと中身が変わっているという意味での新規ということであれば全て、そうなりますが、ここでご議論いただきました設置許可の基準についてもベースとしての安全以下の指針類があったので、まあ、見直したというわけではないんですが、ちょっとすみません、そういう
頭がちょっとあったもんですが、こんな書き方になってしまっているということでございます。他にありますか。平野さん先にどうぞ。渋谷アクセント対策につきましては、実際にそれをどうやって使うか、公設とか過半も含めてですね、手順で、まあ、国際社会で SAMG とか言われてますが、ね、シミアクシデントマネジメントガイドですか。でそれは多分ここのにある保安規定というところのさらに下にぶら下がっているもので、ここの、認可のところではそのどのあたりまでを認可の過程で規制として見て、で、具体的なものについては、まあ、例えば保安検査で見るとか、まあ、そういったそういった手順の類をどこで見るかというところをご説明いただきたいと思うんですが。はい、具体的にどの子までの、まあ、深さといいますか、をどの段階で見ていくかというのはございますけれども、今これはまだ中できっちりと検討したわけではございませんけれども、多分設置許可の段階では、まあ、非常に、おおよその手順といいますか、例えば ATWS の対策であれば、何秒後に補助給水ポンプが自動的に立ち上がると、何分後に緊急放散を行うという、まあ、そういうある種使用機器の作動時期といいますか、ステップみたいなものが多分書かれているんだと思います。でそれに対して保安規定の中では、その保安規定本文ではそれぞれの何ていうんですかね、規定を定めるっていうようなことになりまして、その付属文書といいますか、一次文書として、一次文書か二次文書かまだちょっと分かりませんけれども、その中に具体的な手順、その単に、緊急放散注入するというような書き方ではなくて、どのポンプを作動させて、どの弁を開くというような細かいものが出てくるんだと思います。でそれをどういうふうな形で、見ていくのかというのは、その保安検査の中で、まあ、ある種抜き、抽出といいますか、抜き打ちといいますか、そういうような形で、確認をしていくということになろうか と今内部で検討しているところです。まあ、例えば米国ではサムジーまでは規制側は確認していないというようなことをと言われてきたと思います。でそういう意味ではどこまで渋谷区の対策について手順で規制側がきちっと見て確認するかというところは明確にした方がいいんじゃないのかなというふうに感じますので、よろしくお願いいたします。安倍さんどう。先ほど福田さんおっしゃったこと2点について少しコメントしておきたいんですが、この資料2の紙はね、これはその個別のプラントについて、そのこれからそのバックフィットを中心とした規制を行っていく上でどういうストーリーかと、こういうのが書いてあるわけですよね。ですからこの紙の中にはフィードバックがあるはずがないと思っているわけです。でフィードバックが入るのは、その要するに規制のルールとか、それからその他全体について全体としてどんなものを考えるかということで、それはさっき福田さんがそのおっしゃった通りの話で、それはもともと安全目標の使い方のところで、中間取りまとめに書いてある通りの話だと思っています。それから2点目はですね、これからその個別外的事象についての IP トリプル言われるときに信頼性データが必要だというお話ありましたけれども、実際には信頼性データよりもそのハザードの評価のところが随分難しいと思ってますんで、むしろね、その設置者にその依頼すること以上に、その異分野の方のその知識をどうやって集めるかということの方が重要だというふうに思ってます。もとよりそのハザードをどう捉えるかというのは非常に重要だと、先ほど火山をやったばかりですので非常に記憶に新しいところですけども、ハザードカーブが引けるものと引けないものと、ですからそこに頻度の因子が入るものと入らないものがあって、でおそらく入らないものに関してはどこかで決め打ちの部分というのはするか、ないしはそのストレステスト、まあ、本来のストレステストのように徐々に
ってマージンを見つ、どのくらいのマージンがあるかを探してやるか、そういうことになるんだろうと思います。で、ですから、まあ、IPAAA のことによる、あの場合によると、サイトスペシフィックなそのハザードについて、事業者に対して、ハザードをどれだけ的確に捉えられているか、それからアンサータンティがどれぐらいあるのかっていうのを求めていくというのは非常に重要なことだろうと思います。はい、他にありませんか。よろしいですか。それでは、じゃあ資料についてはあの以上です。まあ、あのこの基本的な立て付けとしては、設置許可と工事計画認可と保安規定の一体審査 でその後12月施行の FSIR、 一つもし簡単なあれであれば FSIR というのを、まあ、いわゆる FSIR であるとか、それからその安全性向上のための評価というような呼び方をしていますけれども、 FSIR ファイナルセーフティーアナリシスレポートですけれども、これをどうなんか用語をつけ考えようとしていますので、何かそのご提案があれば、まあ、今この席でもなくても結構ですけどお知らせください。それでは資料3に基づいて7月以降の検討課題について山田課長に説明してもらいます。はい、あの資料の3でございます。あのこの検討チームでの会合でも、あのいくつか今後課題あの検討しなきゃいけないということについてはあのお話をさせていただいております。それをあの項目としてまとめたものはこの資料でございます。これについてあのさらにご議論をいただくとともに、もしこれに加えてあのお気づきの点があればご指摘いただければというような趣旨で作ったものでございます。まずあの今後検討しなければいけないという課題としては、一つはあの重要度分類の見直しということ、これはあの何度も申し上げさせていただいております。これについてはあの IAEA が最近あの重要度分類指針のガイドを作ってもございますので、それも踏まえた上で現行のものについて見直しをしていくと、それからそれに合わせてということで、あの耐震重要度分類、これについても重要度分類と見直しましたらば当然ながら見直していかなきゃいけないというものでございますので、合わせた形で検討していく必要があるだろうというふうに考えてございます。それから2つ目の柱として、基準を検討する中でいくつかもっとあの精緻な議論をしていく必要があるんじゃないかと、もう少し詳細化していく必要があるんじゃないかというようなご議論も多少ございました。それをあの列挙したのがこの資料でございます。まず一つ目として原子炉の水位計、これはあの今回の事故で水位が見られなかった、シビアアクセントに至った時に水位をどういうふうに確認していくのかということについては、今後の技術開発の状況も踏まえた上で基準化を図っていく必要があるだろうというふうに考えてございます。それから原子炉の減圧機能について強化をする必要があるのではないかということで、逃し安全弁についてあの作動機構について多様化を図るべきかどうかというご議論がございました。これについては信頼性が十分高くない逃し機能でありますと老化につながるということで、ここについてはあのバウンダリーを確保するという話と減圧を確実に行うというところのバランスをどういうふうに考えていくのかということについては今後の検討課題というふうになご議論であったかというふうに理解をしてございます。それから3つ目、あの原子炉主任技術者、先ほども少しございましたけれども、シビアアクシデント時の対応として、どういう位置づけになるのか、そのために必要なあの能力資格要件についてはあのさらにあの検討していかなきゃいけないという課題であるというふうに思っております。それから3つ目の点で、基準関連文書の体系の見直し体系化ということで、今回は安全設計審査指針をベースにご議論いただきましたけれども、それ以外の旧原子力安全委員会の安全審査指針類、これについては内容が古くなっているものもございますので、これはあのすぐにできるというものではございませんが、見直していくということが必要だろうというふうに考えております。それから今回のご議論でございました、あのそれぞれの要求事項の要求の記載のバランスということで、特に火災防護のようなところでは
3つの方策と、それで、安全機能を維持するといったようなだけの記載になっていて、それ以下の、要求事項の詳細その他と合わせていかないと、実際の審査はできないのではないかと、この辺のところについては、今回は一体ものとして運用するということでございましたけれども、ここについては文書をきれいに整理をするという観点からは見直していかなきゃいけないのかなというふうに考えているところでございます。簡単ですが、以上でございます。ただいまの説明に対してご意見、ご質問があればお願いします。ご意見、ご質問ありませんか。安倍さん、どうぞ。私、昔、耐震指針にも、それからその指針の体系化にも加わっていましたので、これは、なんていうんですか、伝達事項みたいな形で申し上げておきたいんですが、そのね、耐震重要度分類については、なぜその安全重要度分類と違っているんだろうかというような議論をしたことがあるんです。それでね、ここでその耐震重要度分類だけ出ていますが、これからあとは、その要するにあらゆる外的事象を考えれば、対津波重要度分類とか、あるいはその対火災重要度分類とか、こんなものが出てくるはずだと思ってるんです。そうしますとね、多分その今、耐震重要度分類だけ出てるのは、この全部について共通のその分類をするべきところと、地震に特有なこと、火災に特有なことと、そういう特有なものについてね、重要度分類をすると、いうようなことと、その分けて考えるんだろうというふうに思ってます。ですから、そういうその前提で、これから考えていただけたらいいなというふうに思ってます。それが1点目です。それから2点目の、その体系化の方なんですが、旧その安全委員会でやった体系化というのは、実はその水平方向の体系化で私呼んでるんですが、その要するに指針として全体としてどんなものをカバーしているかというのを整理しているんですよね。でそれに対してその下にあるその規定の詳細さのバランスというのは、これは垂直方向の話で、そのなんていうんですか、リクワイアメントがあってガイドがあるというような縦方向の話ですね。でこれはむしろ性能規定化の話に近いんだろうと思っています。ですからそのこういう整理をするときに水平方向のその整理と、それからその垂直方向の整理というのを合わせてやってほしいと。で当時は実はもう一つ奥行き方向のその出たのは、要するに前段規制から後段規制までどういうふうにつながっているかということなんですが、これは規制委員会になって一体化してますから、これは自動的にそういうふうになるんだろうというふうに期待しています。前半の重要度分類に関しては基本的におっしゃる通りだと思います。でそれから2つ目のその体系化に関して言うと、これ体系化というのは要するにこだわりというかですね、過剰にこれにこだわることが重要かどうかというのは問題で、例えば米国のように体系化そのものをもう諦めているというか、体系化しないと言っている国もあって、基本的に最終的な審査ガイドでもって揃えてしまう形であって、要求もその彼らの文書のから言うともうバラバラですよね、基本的に。でまあ、そういうやり方も一つのアプローチではあろうと思って、その体系化にこだわりすぎるあまりにそれに時間を取られるよりはもっと大事なことがあるんだろうと思っています。ただ従来設計指針、旧原子力安全委員会でいうと、いわゆる設計指針と評価指針と呼んではいるけれども、評価指針の中でその評価の形であって、その要求を規定しているようなものがいくつもあります。ECCS 製の評価指針にしてもそうです。あるし、それから半導の投入事象に関する指針にあってもそうで、今回新たな基準というのはそれを全てカバーする形で、リンクを貼って取り込む形にはしてはいるけれども、そうは言っても ECCS 性能評価指針や、半導投入事象に関する指針に関して言うと、従来から指摘されている、例えば、評価式が非常に詳細な部分まで及んでいるであるとか、そういった、かねてからの懸案みたいなものがありますので、それらは重要度というか優先度は別として、そうは言っても個別に見てはいかなければならないんだろうと思っています。他にありますか。勝田先生、どうぞ。説明ありがとうございました。資料3で、例えば原子炉水系とか非常に重要なものだと思います。で事業者にとっても、それなりの目安は欲しいと思いますし、かといって規制側としてもやっぱりいろいろやり取りして考えていかないといけないと思うんですが、でここで資料2を見ていくと、一番下に12月施行として、安全性向上のための評価の届け出公表とあるんですが、例えば7月以降こういう検討を始めていって、少なくとも12月までには何か一通りの目処を立つようにしておくの
か、そうじゃなくてもっと長いスパンで考えていくのか、この一番資料2の12月施行の話とどういうふうにリンクさせればいいのか、それとも全く別に進めていくのか、ちょっとわからないので質問しました。現時点存在しているもので法律の施行は可能であるというふうに考えておりまして、12月はFSAR に関してのところだけだというふうに考えています。それで、今回ここで挙げております課題については、これは福田委員から多分ご発言がありそうだったことだと思います。これは課題一つずつそれぞれ取り上げても、おそらく1年2年議論して固めていくような内容でございます。ただほっとくわけにはいきませんので、ここについてはしっかりとこういうふうな形で残しておいてですね、失われていかないようにしなければいけないというふうに思っております。ちょっと補足しますと、勝田先生、IP、IPAAA のその設備後、要するに新たに要求された設備や手順に基づいた、個別の例えばリスク評価をやろうとした場合で、基本的にそれどう考えても1年では多分終わらない、1年以上かかる解析作業になると思っています。したがってその制度そのものが施行されるのは12月であって、でそれが作業を伴ってこの評価書の届け出云々というのには関してはその評価を行う時間が必要ですから、それぞれに関して、マージン法でやるか、それから確率論的リスク評価でやるか、それからどこまでのハザードを捉えるか、それはおそらく先ほど申し上げたようにサイトによっても異なってくるので、それぞれの事情はあるでしょうけれども、普通に考えてきちんとした確率論的なリスク評価を行うと1年以上の時間がかかるというのが一般的だったんです。他にありますか。じゃあ杉山さん、今までこの議論をしてきたところ、以外といいますか、その要はこの7月に今の新基準ができるとしてですね、それ以外の従来のその指針も使って審査を行うと思うんですけども、置き換えられた部分とそのまま使う部分とあって、要するにそのこの設置許可の審査に行う基準一式のセットといいますか、ですからここは従来のものを当面は使うというような、一覧のようなものが示されるべきじゃないかと思ったんですけど。基本的に今回の基準は設置設計審査指針をベースにしておりますので、設計審査指針と、耐震の方は耐震指針がございますけれども、それを今回この基準に置き換えているというふうに考えておりまして、あとはリンクを貼って引いているというふうに理解をしております。で基本的にはじゃあもうほとんどそこだけの変更というふうな、ちょっとなんて言いますか、この検討を始めたときからですね、全体像がいまいち見えにくいというか、検討がどこまでの範囲が行われるのかというのが分かりにくいで、今回終わってみて振り返って、あと全体の構造あるいは手続きみたいなものも今日の資料2で示されたわけなんですけども、なんとなく議論しているときは議論している項目に今入り込んでるんですけども、やっぱ全体を見たときにどこがどう変わったかっていう全貌が見える部分っていうのがあんまりなくて、ちょっとこの今決めているその新規制基準が従来のどこにはまるかといったらば、設計審査指針と省令62号のところに相当すると思ってもらうと分かりやすいと思います。でそれ以外の部分に関してはこの新基準から例えば評価指針に対してはリンクが貼ってあると、そういう、理解で、ほとんど間違いないと思います。安倍さんどうぞ。今の話はそれでいいんですけれども、これは要するにその季節度からこうなってるわけですよね。でただこれはその将来その新設度でも同じような思想でこれつながっていきますね。そうするとさっきちょっと申し上げましたような審査指針はもう実際には中身ないわけですよね。そうするとその全体として今度はどうなるのかということはまた別途考えておいてほしいと思います。これは私の理解ですけども、今その新設云々について議論する段階になるとは全く思っておりません。渡辺さんどうぞ。今日の資料の2 の, その先ほど山本先生おっしゃってたいわゆる安全性向上からのフィードバックっていうかですね、で当然そのプロセスにフィードバックするんではなくて、こういう基準にもフィードバックしなきゃいけないものが
ある程度出てくるものだというふうに想定されるんですが、その時にこの検討会が始まる時に、そのいわゆる規制、あの時は安全基準というか、それがどういうその基本的考え方のもとで作られていくのかという議論をきちっとしないといけないと思うんですね。だからそれがいわゆるこのここのチャーターなのかどうか私分かりませんが、そういうステートメントをどっかにこういう紙に出していただきたいなというのが希望なんですけども、それがないと、もどうやってその事業者にいろんなことを やらせるわけですけども、それをどうやってその規制対応として結びつけていくのかっていうのが全く見えない状態だと今思ってるんです。だからそれが見える形にしないと、やっぱりそのやる側にとってもインセンティブ上がらないし、で規制側が常にその勉強するって意味でもそういうものがないといけないと思うんですね。だからそこはできるだけ早くなんか方針なりでも何でもいいですから出していただきたいと思います。でまず少なくともここのチャーターではないというの。もう一つはその非常に大まかな方針に関して言うと、先ほど山本先生がご質問に対してお答えしたように、いわゆるスパイラルの絵がそうなんだけど、あれではあまりにざっくりしているという意味なんだと思います。ですからあれよりも名刺を細かくというのは、ただ今その安全目標との関連でそのフィードバックをに関してはまだ議論を、まあようやく安全目標に関して議論をしている している段階だから、まあ、その後なんだろうと思ってます。でその全体の構成に関して、まあ、ちょっとこれ安全目標と直接結びつけて、議論をするような話ではないけれども、ただ FSAR の結果から今度その基準、それから、事業者のプラクティスをどう見ていくかというような流れに関しては、確かにその渡辺さんの指摘は重要な指摘だと思いますので、それは検討させてもらいたいと思います。はい、大事な点なんですけども、福島の時に、やっぱり現場がよく分かってなかったんじゃないかっていうフェールセーフ、フェールアズイズ、フェールクローズというあの考え方がどういうふうな考え方でその設備を設計して、それをもとにどういう運用をするのかっていうようなところに対してね、どうもその統一的な見解がないんじゃないかっていう気がするんですよ。それは事業者だけじゃなくて規制側も含めてなんですけど、我々も含めてなんですけども、でその辺を少しはっきりさせないと、その設備そのものが本当にその使うべき時に使えないとか、ある意味障害になるというようなことがあるんで、その考え方も含めてその今の大枠の議論をするときに注意をしなきゃいけない点というもので、どっかに挙げといていただきたいと思います。この括弧2番で、この継続的検討ということで、まあ、今回たまたま3つ挙げられているんですけれども、まあ、今後も現在はその顕在化していない、ものも、まあ、当然あるかもしれないわけですね。でそういう形では規制庁と規制委員会のこれ どういうふうにアンテナを張って、どういう形でそういう新知見を取り入れていくのかって、そういう体制ってかなり重要だと思うんですけれども、そういう体制のあり方自体を検討する必要はありませんか。それはおっしゃる通りだと思います。で一つに関して言うと、まずシビアアクシデントであるとか、その重大事故に関するものに関しては、これしばらく前の安全規制委員会の会合で、ご紹介をしましたけれども、その各事業者の実態として各事業者の事故対応がどうなっているかというのは、これはまた規制とは別個に、まあ、従来の規制の考え方からするとこれ規制の外の作業になるかもしれませんけれども、各社の対応がどうなっているかというのは個別に調べようとしています。でそれはこの規制委員会、規制庁と事業者とがもう面と向かってですね、でこの場合はどうなっている、どういう手順を取る、どういう体制が取られているというのを見ていこうとしています。でそれは双方の実力を高めるだけではなくて、その中からいわゆる新知見ではあるけど、どこに脆弱性があるかとか、どういったものの信頼性に問題があるかというのは、そういったところが出てくるだろうとは思っています。それから、まあ、新知見というとちょっとやや広いところもあって、例えばその運転経験であるとか事故故障事例のようなものから学ぶ部分もあるでしょうと。それについては、クリアリングハウスという名前がついていたのかな、正式名称何でしたっけ、
技術情報検討会という、これも何回か前 の委員会で、ご報告をしましたけれども、今の段階では基本的に規制委員会、規制庁、それからその技術支援機関である JNES と JEA の安全研究センターで、まあ、そういった検討を行っています。で、もう一つは、事業者とのコミュニケーションという意味では、これ2つ全く違うパスがあって、1つのパスは事業者の自主規制機関であるところのジャンシーとは、これは NRC とインポの関係と同じですけれども、密接な意見交換、それぞれが別途に評価を行うわけであって、ジャンシーが行うのは自己評価、自主評価であって、我々が行うのは国の規制ですけれども、そういった意味で、ジャンシーとの関係というのは1つあるだろうと思って。もう一つはある意味その事業者の技術的意見というものに関して言うと、ここは確かに悩ましいところでありまして、米国の場合は NEI という機関があって、 NRC と NEI が対峙する形でそういった技術的なやり取りをしているんですけれども、これが日本の場合は一体どこなのかっていうのは非常に難しいところだって、おそらく電磁連の原子力部ではないんだと思うんですが、本来であれば電磁連の原子力部がそういう役割を担ってくれればいいんでしょうけども、 NEI というのはいわゆるロビー機関では決してなくて、純粋に技術的な機関で、さらにその技術的な能力に関しても非常になんていうか確立した評価を得ている機関ですので、NRC と NEI とインポという3つの機関の関係に相当するものが日本においてもあるといいだろうとは思っています。これはちょっと個人的な意見になっていますけど、そういう形になればいいとは思っていますけれども、なかなかそのパスについては今の段階では見当たらないというところだと思います。でもう一つついでに申し上げると、学協会規格であるとか学協会におけるその規格基準に相当するものとの関連でいうと、そういったものを積極的に取り上げるというのは世界的に規制の流れとして当然のことではあるんですけれども、一方で学協会規定の規格類の策定におけるプロセスの何て言いますか妥当性みたいなものに関してはまだ少し議論があるところであって、ですから学協会規格の活用に関してはまだ少し議論を続けなきゃいけないと考えています。他にありますでしょうか。山口先生、今いろいろまとめしていただいたと思うんですが、この資料3の中の括弧2番ですね、これここに、これだけ上がってるんですが、これいずれも非常に設計と結びついた話であって、でしかもいろいろな新しい技術を必要使えるものは導入していけばいいところでもあって、で最後に触れられた民間企画とかそういうのと関連してるんだと思うんですね。ですからここのところはその、今要求内容の継続的検討というふうに書いてあるんですけども、やはりこのところはむしろその仕様の部分をどういう形でどこがどう作り上げていくか、でそれはやはりその今の民間企画の活用なしにはありえないわけで、でむしろ それぞれ民間企画の方でもその意思決定のあり方っていうのを透明性なり高めていただかないといけないと思うんですけども、そこはこの、規制委員会の中での今後検討すべき課題という中では、むしろこういった個別の問題をここに挙げるというよりも、今後常にいろいろ出てくるであろう新しい技術とかそういう考え方に対してしっかり規制委員会で考え方を出していただくと、でその時にじゃあ使用をどう求めるかとか規制要求どうやるのかっていうのは、やっぱりそこは私は一番技術を導入したりしやすいという意味では民間企画だと思うんで、この括弧2番は少しそういう精神のような書き方をして、でその中で現時点で推計とか、あと隔離の考え方の問題、さっきあったようにいくつかそういう細かな話を上げていくといろいろ上がると思うんですが、それらについてこう継続的に問題意識を持って拾い上げながら見ていくと、そういうようなことを括弧2番の項目が読めるようにこう書いていただくと、そうすると非常に括弧1括弧2括弧3の3つがそれぞれ今後の課題としてバランスよく収まっているんじゃないかと、そういうふうに思います。ありがとうございました。
ここでいう水位計だとか逃し安全弁に相当するものに関して言うと、そのこういった項目だったら他に例えば直近の問題だとは思わないけれども、例えばその取り替え路線の評価等々に関してももう随分古いものが安全委員会にあるだけですけれども、基本的にはそういった個別のものに関しても私は取り替え路線の安全評価 などはある意味学級化規格にふさわしい部分もあると思ってはいるんですけれども、ただ先ほど申し上げたように学協会で規格が策定されるプロセスに関して、まあ、これはどこかできちんと話をしなきゃいけないと思ってはいますので、確かに資料の整理という意味では山口先生おっしゃっていただいたようにまとめた方が全体のバランスも良くなるし、問題の捉え方もなんていうかな、かけがなくカバーできるんだろうと思います。他によろしいでしょうか。はい、桜田さん、今の山口先生のコメントに対してちょっと私が違和感を持ってまして、学協会規格の活用というのはまたそれはそれできちんと対応しなければならない原子力規制委員会としての課題だと思っているんですけれども、ここで事務局から提示している項目の中で書かれている要求内容の継続的検討っていうことは、それはそれでやっぱりこの基準等の検討から出てきているテイクノートしておかなければいけない課題という意味だというふうに理解してございまして、規制要求、すみません、規制要求として継続的に忘れずに検討するというふうにテイクノートしていくべき課題だというふうにして整理しているものだと思いますし、もちろんこういう課題について、学協会あるいは民間のサイトの方で積極的に検討していただくということは大事だと思いますし、上がってきたものについて我々も積極的に検討していくという姿勢でいくべきだと思うんですけれども、むしろ、球を投げてしまったような形にするよりも我々としてちゃんとここを考えていくんだという意味での何て言いますかね、テイクノートしてるって、そういう意味だという意味でこういう整理の仕方の方がむしろ適切ではないかというふうに私としては思いました。いや、それは結構だと思います。ただちょっと私、申し上げたかったのはですね、その要求内容の継続的検討という中でこういう非常にスペシフィックな問題がポンポンポンと並んでいるのがちょっとこう変な感じがあって、で逆に言えばこれを3つ解決したらいいのかというふうにも見えてしまいますし、むしろここは本質的にはスペシフィックな安全系なりいろいろな監視機能だのそういうものの設計の考え方というのをいろいろな課題が出てきたときに継続的にやっていくんだという趣旨がもうちょっと出ていくようにと、そういう意味で今おっしゃったことには特に私も反対するわけではなくておっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。他によろしいでしょうか。それではですね、昨日の規制委員会で報告をした骨子案に基づいて今、省令案、条例案の準備が、をしております。でそれがおそらく4月、今月の中旬からになると思いますけれども、今度は1ヶ月間、パブリックコメントにかけられます。でパブリックコメントをいただいたコメントに対する対応について、これをいただいたコメントをまず、整理してみてからになりますけれども、その際にまたそのパブリックコメントの対応について、議論をいただくことになろうかと思います。以上が本日の議題ですけれども、全体を渡して渡辺さんどうぞ。この資料、参考資料の2の1と2の2についてちょっと形式的な質問をしたいんですけども、例えば資料2の1の方に試験可能性とか米印のついた言葉がありますよね。それは条文になったときにどういう形になるんですか。今のところですね、検討しているところとしては共通事項それから個別の要求という並びを考えておりまして、それでデザインベース設備それからシビアアクシデント設備で、シビアアクシデント設備に対する共通事項については最終的にはまだ固めておりませんけれども、デザインベースの要求事項を順用するとか、もしくは全体は共通事項として共通事項のところに書くとか、そういうような形で共通事項についてはシビアな方にも及ぶという形で条文は整理をしようとしております。
共通事項の中に一つ の, その試験可能性とかなんとかっていうのが出てくると。はい、あの、はい、その通りです。で、問題はですね、それが出てきたときに、その、いわゆるどこと結びついてるのかっていう紐付きは、どういう形になるのかっていう、今はあの条文の中に米印って入ってるんで、ここはあるんですよねって分かるんですけど、条文になってそれが外へ出ちゃうと、その紐付けがどうなってるのか分かんなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが気になるんですけど。あの共通事項と書いてあるところについては、まあ、あの共通事項はその先の個別の要求される設備に対して共通的に要求するものですというような形でですね、条文の方は整理をいたします。形になるんですね。わかりました。あの個別ではなく一般的にこれを適用するとそういう形になるかもしれませんけれども。いやそれ大変だ。なんか誤解招きそう。すみません、もう一点。あの2の2の方なんですけど、これの36ページなんですが、あの前にも説明あったのかちょっと忘れちゃったんですけど、ここに注意書きがありますよね。中2という中、この中がないとここ意味がよく分かんないんですけど、その特に下の B っていう内規の方というか詳細の方との結びつきはそこで取ってるんですよね。でこの中2っていうのはこれ残るんですか、条文の中から中に。あの、この中っていうのはあの条文に残るっていうことはありませんけれども、その解説のところで分かるようにしておきます。解説でじゃあそのニーポツとの結びつきをここで出すと、そうすると条文だけ読むとここは何を言ってるかさっぱりわからんっていう、そんな形になりませんか。すいません、あのちょっと今条文を具体的にどう書いてるのかあれだったんですけど、ですね、ちょっとあの今の条文がどうなってるかちょっと後であのお知らせします。はい、あの条文だけ 見たときにつながりがはっきりしないと、これ何言ってるのか分かんないんだと思うんですよ。はい、だからそこのところの工夫が必要なのかなという気がするんですけど、まあ、あの十分配慮してくださいとしか私も言いようがありません。もう一点教えてください。ここ同じページのこの点線で囲んである枠って何の意味ですか。すみません、これはあの中 の範囲はここまでですということで、あの火災のことは別ですという、そういう意味です。他によろしいですか。はい、それでは以上で終了いたします。ありがとうございました。検討チームは5年猶予について説明責任を負ってください。きちんと委員長に丸投げするのは無責任ですよ。後半じゃないですか。なんで先送りできるんですか。必要な対策を3年1前と同じじゃないですか。それじゃあ